はい、全パート、全パートじゃねえや、前パートの続きで、やっていきます。もしこっちの方の録画の長さが短かったらね、さっきのパートにね、くっつけてね、やっていこうと思うよ。編集ちょっと疲れるけどね。というわけでね、多分今のところ確認したところね、録画ソフトの停止とかおかしなとこなかったんで、多分大丈夫かなね。次の紹介行こうか、切り替えてね。次の紹介はね、こちらのね、図書館のね、うまく登れない、図書館のね、なんかわかりやすいように、本みたいなねものをね作りました。本みたいなものね、ちょっと今暗いんで分かりにくいんですけど、決してあれはティッシュ箱のティッシュがはみ出ているとか、そんなんじゃないんですよ。または紙をこう引き裂く、自動で引き裂いてくれる、なんつったっけ、まあなんか紙を切り裂くあれじゃないんですよ。名前を思い出せない。余力があれば、後で、動画編集で名前を載せておく。でね、次これ。道を増築しました。井戸からこちらの方のね、木を木こるね、ゾーンのね、家のところの道路にね、つなげました。道路じゃねえ、道だこれ。道路だったら車走っちまうよ。車ないけどな、この世界。で、こちらの方もね、地味につなげましたよ。地味にね、井戸までの道を。で、ここ、意外にダメージ食らいます。走っていくと。いや、食らわんかった。やった。もうね、リハーサルなしでやっていることはね、もうね、バレバレですよね。でね、次ね、こっち側の紹介いきます。こっち側ですね、大草原にしたくてですね、まあ今、土を取ってきては、ここに乗せてっていう感じでね、大草原を作ろうと企んでいます、こちら側にね。でね、皆さんちょっとね、地図でチラチラ見ていて、ちょっと気になったところがあると思うんですけど、北側でいいのかな？北側、城の北側に、ちょっと白い一方線あると思うんですよ。もう動画でね、編集にね、まだ編集のね、できる力が残ってればね、多分編集して丸って書いてると思うんですけど、今ね、今向かっているところです。ここですね、今ですね、掘り抜いています。でね、掘り抜いてる途中にね、洞窟とかね、見つけてね、結構なね、量のね、鉱石とか取ってるわけですよね。さっきの神社の門見ていただいたら、分かる人には分かると思うんですけど、あれの赤いところ、神社の門の赤いところ、実はあれですね、レッドストーンで、レッドストーンのブロックで作っています。これ掘り抜いた時に洞窟とかに行って採取したものね。ほら、見てみたまえ。このダイヤモンドの数。その数9個。ね、こんな風にね、いろんな鉱物とかをね、採取してね。でですね、本来掘り抜くと言ったらですね、こんな頑丈な橋とか作らなくていいだろうとかっていう風になると思うんですけど、実はですね、ここですね、この洞窟、どっちだったかな？どっちかにね、抜けた先にね、この地図のどこかに出ることになるんですよ。多分こっち方向だったはずだな。なんか抜け道的なもの。いや、それともこっちだったか。まあね、どっちか忘れてんですけど、ここで皆様に、クイズを出したいと思います。一体私は、この洞窟を、こっち側かな？こっち側の洞窟を抜けたら、どこに抜けるでしょうか？じゃあね、答えはね、
カットした後で言います。それでは、カット。先ほど俺は、こっちの道を行ったら、と言っていた気がするんだ。だがな、よく確かめてみればな、こっちの道はな、ただ単に、こっちに落ちるだけの道だった。逆だったよ。ということでね、こういうね、茶番を挟みつつね、まあ本格的に、カット。はい、どうも、皆さん、こんにちは。こんにちはじゃねえよ。さっきの続きだよ。カットしてるんだよ、俺は。ちょっと編集凝っちゃってみようっていう、なんか無謀な考え出たから。さあ、皆さんの考えは当たったかな？さあ、今回ね、私がね、出た場所はね、ここです。ででん。ここに出ました。なんとですね、あの洞窟意外に長くてですね、探索していたらですね、ここに繋がってたんですよね。まあ、ということでね、まあね、こっからね、また帰っていこうと思います。ねえ、もうね、あそこに出るまでにね、もうね、3、5回ぐらいは間違えたよね。一応ね。まあね、ここね、洞窟、今一通り松明敷いてるんで、若干探索はした後かなと思えるとは思うんですけど、まだ全然探索しきってません。何ここ？え？あ、これやばくね？俺出れなくね？ね、こういう風にね、もう自分も予想だにしなかったこととかがね、起こるからね、普通にこの洞窟ね。まあ、多分、あれかな？探索パートとかになったら、ここの洞窟探索するかな？意外に大きかったしね。分岐もたくさんあるし、ね。ね、分岐たくさんあることはいいんだけどさ、こんなに遠かったっけ？こっちで合ってる？お、いや、動いてない。なんか重い、ここ。大丈夫か？なんかここ重いぞ。多分ね、声がね、正常に、あ、帰ってこれてよかった。なんであそこ重かったんだろう。声はね、正常に動いてれば、ね、多分 PC は、あなたのね、この動画を見てくださってるね、人のね、PC はね、正常ですよ。まあね、ここね、掘り抜いているとは言ってもね、まだ掘り抜いている途中なんすよね、ここ。ね、うん。ね、ちょっとね、重くてね、ちょっと怖かったよね、今。うん。まあ、なんか重い、やっぱり。なんでこんな重いんだい？なんでこんなに重いんだい？ちょっと俺設定なんかいじってる。ちょっと、俺音量を出したこと以外は何にもいじってないと思うんだけどな。あ、視野狭めればいいんだ。あ、視野狭めるってこういうこと？いや、これは普通でいいわ。あれ？なんだっけ？なんかあったよね、設定。まあいいや。まあね、こういうね、設定とかね、カットすればいいのにね、カットしないっていうね、もうね、めんどくさがりの象徴。まあ、今回のパート、多分、運が悪ければ1パートに収まって、運が悪ければ2パート？どっちも運悪いんじゃねえか。ね。もう、グダグダしてね。もう、何言ってるかわかんない。とはあると思いますよ。ね。多分ね、そして、次回、失礼しました。次回の動画のね、投稿はね、バージョン 1.9 がね、リリースされた時にでもね、投稿しようかと考えています。ね。あと何週間後なんだろうね。あと50週間後とかだったらね、俺も泣くよ。いや、泣きはしないけどさ、だれるっつうのかな。だれるよ。ね、俺ね、私なんですけどね、今考えてることがですね、ネザーに行きたいと考えているんですけど、
ネザーに行くのはね、すいません、さっきから喉が変ですね。申し訳ありません。でね、話戻すとね、さっきからつかずっと考えてることがね、ネザーに行きたいと考えてるんですけどね、どうもネザーに行くには、1.9 になってから行った方がいいんじゃないかというね、勝手に自分の考えがありましてですね。なので、多分バージョン 1.9 リリースされてからの実況は、初回からネザーにね、行きたいと考えております。なので、多分次の動画が上がるとすれば、またある程度建物が建った時か、もしくは、バージョン 1.9 になって、1.9 が来て、ネザーへ、レッツゴー。で、動画を上げるかな。まあ、今回はね、この辺で終了したいと思います。皆さん、こんなグダグダなね、言っていることが分かんなかった動画を見てくださってありがとうございます。またよろしければ、ご視聴してください。それでは失礼します。